鳥取空港で行われた毎年恒例のクリスマスツリーの点灯式に駆けつけたのは、鳥取あすなろ保育園の年長組27人です。空港利用者にクリスマスの雰囲気を楽しんでもらおうと、今日設置されたクリスマスツリー、高さ6メートルの大きなツリーに、園児たちは雪の結晶やボールなど思い思いのオーナメントを飾り付けました。園児らの掛け声で点灯した鮮やかなツリーの前で元気な歌声も披露。会場は一気にクリスマスムードに包まれました。楽しかった。歌うた綺麗だった。どんなところが綺麗ですか？光るところ。金のリボンも綺麗だったし、あとクリスマスツリーの飾りとかが可愛かった。最後にサンタクロースとトナカイも登場。一足早くお菓子と色鉛筆が入ったクリスマスプレゼントが届けられました。このクリスマスツリーは今月25日まで設置されます。